ね、ちゃんと無事日本に入れたことを期待しておきましょう。そして今日実はもう一人ゲスト来ております。我々メガロマニアックス、テクノトランスといえばこの人でしょう。ミヤちゃんが来てまーす。あ、こんなとこにドアあった。ミヤちゃん元気？久しぶり。元気？元気だよ、なんかあれ、もしかしたら年末以来かな、ね、年末パーティー特番やった時から。そうね、どうだった？年末かな、結局どうだった？やっぱり、やっぱりね、オーストラリアに行けばよかったかもしれない。いやいや、沖縄に来ればよかった。あ、そうだそうだ、沖縄大成功だった、ね、いやでもね、今日はね、実はね、みやちゃん来てもらったのは僕がオーストラリアに行ってる間、僕毎年これ行ってね、大暴れしてるんだけどね、テクノの花見パーティー春風、これね、代々木公園で行われるね、これのあのフリーパーティー、今年すごかったんだって。すごかった。本当に楽しかった。いろいろ面白い映像撮ってきてくれた？面白いと思うよ。じゃあこれちょっと見ながらいろいろね、教えてもらいましょう。じゃあ春風の VTR です、どうぞ。まだ見てないんだよね。本当？あ、これ、あ、これこれこれね、どう？桜出てた？ちゃんとちゃんと咲いてたよ。咲いてた？出てた？じゃあ日本語直されちゃったけど。ミアです、覚えてますか？覚えてるよ。今日は代々木公園でやってる春風に来ました。まだあんまり人いないね。見てこれ、10時だもん。あ、そっか、もう桜咲いてますよ。ここがメインフロアです。すごいね。もう踊ってるね、みんな。まだ11時なのに、みんなすごい、すごく楽しそうで踊ってるね。Let's recycle。 こちらは大きなゴミ箱です、ね、こんにちは、はじめまして、ミアです。おはようございます、マサと言います。毎年春風の時にそのゴミのシステムはあるんですか？3年前から春風が始まって、毎年このゴミのことを、まあ、春風自体が環境に、まあ、環境深く考えたパーティーにしようってエコパーティーを提唱しているので、で、まあ、3年前からしっかりその部分はやっているんですけども。すごいいいシステムだね。ここはステージの近くにあるフリーマーケットです。いろいろありますね。ちょっと行ってみましょう。あれ欲しい、あれ欲しい、欲しい、欲しい。あ、春風 T シャツじゃん。もこもこ、そうそう。あ、これもかっこいいね。もこもこ T シャツもいいね。うわー、すごいじゃん。去年よりもすっごかったよ、本当に。すごい、これライブじゃん。そんなかぶってる人いたの？そういたいた。かぶり物やられた。こちらは、ラジオのエリアです。あ、コミュニティ、これがラジオね。ソーラーシステムです。そうそう、このソーラーシステムで電気を作って、その電気でラジオの放送をしてます。あ、いいね。そのラジオは代々木公園のどこでも聞けますよ。いいね。今変なタトゥーやってくれてる人がチルドレンオブパラダイスのドラムやってる人です。あ、チルドレンオブパラダイス、日本は初めてですか？ね、Is this the first time you coming to Japan? No. Yeah. It's my second time. セカンドタイムとか言って3本指上がってた。元気ですか？What do you think about this festival? So far, I think it's a very beautiful thing that all these people could come to one place for music and to enjoy nature. うまいね。As one tribe. 本当だ、残ってる。あ、これだ、これ。これすごいかっこいいんだよね。ものすごいかっこいいよ。友達になった。おととい、まだ遊んでた。あ、マキちゃん、友達だ。そうそう、一緒。友達がいっぱい写ってるよ、だから。そうそう。いいね、これ。踊ってるじゃん。踊ってる、踊ってるじゃん。わお、すごい人。みんなステージに登ってるじゃん。強しか。おっさん最近遊びまくってるらしいからね。うわ、ミヤちゃん戻ってる。すごい人だね。もう本当に盛り上がりすぎ。
そうか、もうなんか楽しそうだったね、春風。本当に楽しかったよ。あれ、どのぐらい人いたの、今日。わからないね。でも、去年よりも絶対多かった気がする。多かったね。なんか1万人ぐらいとかっていう噂なんかも聞いて。あ、そう。すごい数。どっから出てくるんだろうね、みんな。なんか同じ人を、2回もは絶対会ってないの。あ、じゃあ、後でねって言っても、絶対もう会えなくなっちゃうんだ。うん、絶対。でも友達とかみんないっぱい来てた。いっぱい来てた。そうなんだ。僕ね、オーストラリアで、ちょうどね、オーストラリアが帰ってくるのが春風の日の夜で、でも今から東京まで戻って春風行こうかなとかね、大阪に戻ったんだけど思っちゃったりして、やめたんだけどね。何が一番楽しかった、春風？何が一番楽しかったのかな。なんか Children of Paradise のライブがものすごいかっこよかった。あの踊るトランスというよりもう本当になんかライブっていうかパフォーマンスとしてずっと見てて、バンドとして見てて、あれはもう生のトランス、ものすごいかっこいいよね。いや、なんか今 VTR にも出てたけど、春風っていつもね、そのエコロジーだったり、そういうテーマがあってね、それでフリーパーティーっていうのが、もうね、すごい素晴らしいことだと思うんだけど、またやってもらいたいね、もう毎年毎年。実はね、噂ではね、今週の日曜日、あさって、春風2があるんだよ。あ、私はその噂聞きましたよ。いや、それね、本当らしいんだよね。でもっとちょっとちっちゃいスケールで、で今度はどっちかというと、みんな本当桜見で、本格的な飲み。それはただの話じゃん。つらい酒持ってこいよっていうね、野毛田さんとかもいるんじゃないかなとか思うんだけど、僕もね、日曜日行きます。私もいい。あー、行こうかな、ね、どうしようかな、ね。行こうよ、遊ぼうよ、一緒に。こいつ、持っていく。ダメだよ、こいつは。さっきからこいつピコピコ泣いてんだよね。嘘。本当、可愛いんだよね。可愛い。さあ、こちらの方プレゼントをちょっと紹介します。私ね、名前考えたの。あ、何名前？飛びすぎ。飛びすぎ。飛びちゃん。飛びちゃん。あ、飛びちゃんいいかもしれないね。どう？これね、飛びちゃんいいよ。これさっきピコピコ鳴ってんだけど、これね、オスかメスかということに関してね、なんかいろいろ来てて、これ鼻の上がピンクだとどっち？メス？ピンクだとメス？なんかね、そういうの来てたみたいなんだけど、なんかピンクっぽい鼻の上が、多分メスだわ。プレゼントこっち、これね、4の、これすごいレアな、セブンチ。後ろも見せてあげて。これアイゴンがね、なんか4のね、サインを勝手に書いてくれました。あとね、サファリ T シャツ、こんなんあんの？あ、イグナイトの時だ、これだ。これもうソールドアウトになっちゃったんだよ、サファリ T シャツ。あとね、ハイスタンダード、これね、はい、タオルと携帯ストラップ、こちらのね、プレゼント3名の方に。そしてワンミニットサイレンス、こちらは T シャツ、これね、5名の方にプレゼントしたいと思います。こちらの方、ね、はがき送ってくれると嬉しいですね。リニューアルしたんでね、今後どんな番組やってほしいか、または、ね、どういう風に今後やってってほしいか、まあ、そういうこと書いてたくさんたくさん送ってください。ファックスは？ファックス、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 はい、ファックスちょうだい。はい、はい、あ、こちらの方来てます。久しぶりに拝見して、曜日も変わって新しいセットで、こちらの方、あ、小鳥の名前、これね、花粉症の方に、鼻うがい、鼻うがい、どういうことなんだろうね。いや、花粉症だよ。嘘、花粉症？本当。辛い今。辛い。本当？うん。じゃあさ、他にファックスとかあったら。くしゃみが止まらない。くしゃみ止まんないよね、なかなかね。みおちゃんはじゃあ、まあ、今年はずっと日本にいるの、まだ。うん、そうだね。夏ちょっとパーティー一緒に行こうね。うん、一緒に行こうよ。ね、あとあの東京ドローム行った？この間。あ、行ってない。ね、今度は行くつもり。今度ね、もう、もうすぐまた東京ドロームじゃん。ね、あのリキッドでまた強しやるんでね、そちらの方も見てもらいたいと思います。BBS とかね、あのどんどん書き込んで、で特にこいつの名前ね、トビちゃん。飛びすぎはいいと思うよ。飛びすぎ、飛びすぎちゃん。こちらの方ね、名前 BBS とかハガキとか書いてください。これ、ね、名前決めてくれた人には豪華プレゼント。もう素敵なこれ、これメガロバッチ、こちらプレゼントします。これみえちゃん欲しい？あ、もうつけてるね、これね、プレゼントします。どんどん送ってください。じゃあ今日はもう最後リクエストでいきたいと思いますけどね、みえちゃんお茶飲む？あ、じゃあ僕らお茶飲みますけど、皆さんは最後のリクエスト見てください。クレイジータウンのリクエスト、はい、SX さんよりいただきました。それじゃあ今週はこの辺でお別れです。バイバイ。バイバイ。